金沢市立安江金箔工芸館は石川県金沢市東山一丁目にある金箔をテーマとする博物館である。工芸館の建物は町屋の蔵をイメージしたもので外壁に表示した屋形や入り口のロゴ、ホールの天井のドームには金箔が貼られている。館内には金箔に関する美術工芸作品が多数所蔵されている。また、 金沢博技術振興研究所が置かれ、金沢博の振興のために金箔に関する調査研究にも取り組んでいる。金箔職人であった安江孝明は金箔職人の誇りとその証を後世に残したいとの思いから自分の財産を使って金箔にちなむ美術品や道具類を収集し、1974年に同じ金沢市内の北安江に 金箔工芸館を開設した。その後金沢市に寄贈され、日本国内で唯一の金箔博物館として運営されてきたが、周辺の状況の変化や館の老朽化のために、2010年秋に東山に新築移転された。AB、当館の概要金沢市立、安江金箔工芸館。 www.kanazaw-musum.jp2018 a e 年11月18日閲覧。館内のご案内金沢市立、安江金箔工芸館。www.kanazaw-musum.jp2018 a e 年11月18日閲覧。コレクション金沢市立。 安江金箔工芸館。w w w k a n a z a w a m u s e u m j p 2018年11月18日閲覧。安江金箔工芸館界隈。朝日新聞デジタル。2018年11月18日閲覧。ありがとうございます。